ございます。おはようございます。あやさきチャンネル、まさくの宿りしえにしのあやとさきです。本日は赤い箱、赤い箱朱色、朱色か、これ赤、朱色、まあなんでもいいや。なんでしょう。まあ色は関係ないからね、そもそも。いや破壊神健在かと今。もう治ったんちゃうか。いやそれは嘘はダメだよ。認められた話。いろいろ試された話。試された話の方でいいのかな。まあ、あやかしたちに認められた話。里の話だよね。うん。あんまり里の話は正直したくないというか、向こうとの約束で公にはしないっていうことにしとるけど、うん、まあ一番初めだよね。ちいちがなぜそこに行くことになったのかっていうことだよね。まあ。下手したら長くなる？短く淡々でおしまい？まあ言っていい範囲での話だよね。言っての範囲でいいのかな。まあ一番初め、まああやかしとか、まあ、幽霊は別やけど、あやかし関係でいろんな子を助けてるのは結構あるんやってね、うん、猫だったり犬だったり、まあよくわからん、タヌキは俺見たことないんだけどな、よくわからん種族とか結構あるんだけど、そのうちの一人なんだけど、うん、とある川のね、河川敷の大きな橋の下にさ、まあなんていうのかな、草むらというかね、うん、川の横にあるやん、まあ、川辺というか草むらがあって、まあ、橋があってって、ちょっと大きめのね川でね、うん、でまあちょっと草が生い茂っとる中で、そしたらそこでなんか倒れてる大きななんかケムクジャラというか倒れたね、うん、なんだろうなぁと思って、その時蹴ったで走っとったんかな、歩いとったんかな、なんだった、仕事中か、あの子は。いろんなパターンがありすぎてさいろんな子がおってさ、多分仕事中でトラックでって話じゃない。トラックで、ああ思い出した思い出した、トラックで何気なく休憩、その川辺のとこであんまり車が通らないようなとこなんやて、大きい川だけど、うん、そのなんていうのかな、ちょっと一段落ちてるみたいな、うん、そういうとこがあって、まあトラック止めて缶コーヒー買っといて、でまあ休憩するかっていうような感じで、でまあなんとなくドア開けてさ、こうやって吸いながらいつも缶コーヒーじゃないじゃん、貧乏なんだもん、仕事中だし貧乏だ、今は、ね、家であのお豆さんを引いてね、お豆さん引いてはない、ミキサーで引くのは引いたっていうの、一応引いたいのあのかな、ちゃんとしたもんじゃないけど、グー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 、まあそれは置いといて、でなんかあれ、なんだあのケムクジャラっていう感じで思って、うん、まあ休憩的に1時間ぐらいあるもんで、まあ様子見に行くかなって見に行ったら、なんか動くんやで、もぞもぞして、うん、でもあ人じゃないって一瞬で分かった、うん、ボロッボロでさ、毛並みもボロッボロで、うん、でなびしょ濡れで、うん、で倒れとった、うつ伏せで、で近づいてって、そしたらもぞもぞ動くんだけど、目がもう完璧に死にかかってる、うん、もう体も疲労で、うん、で他の人たちに見えとったかどうかは知らないんだけど、その時は、うん、もうで解放というか言葉をかけて、うん、分かるかって、俺のこと分かるかって言って、うん、あの警戒しなくても見えてる色害は加える気ないしっつって、うん、で淡々と俺が喋り続けてた、うん、5分ぐらいかな、そしたらなんかふって意識がなくなっちゃったって、うん、やべえと思って仕事中やし、どうしよう、救急車無理だよねと思って、で仕方ないもんで、まあその河川敷の下のとこに抱き上げて、うん、
その壁にもたえさせてベッタベタやもんで、うん、なんで雨だったの？雨ではないけど、どうなん？泳いでたとか？とか食料探すためとか魚とか、うん、かもしんないけど、で、ベッタベタだった。まあ汗かもしんないし、うん、で、まあ俺こんなんだから常日頃からタオル何枚も持ち歩いて、うん、私服も持ち歩いてんのやって、着替えとかさ、うん、冬場でもね一応ちゃんと持ってくんやって、うん、で、さすがにあの、なんていうの、綺麗な水道とかがなかったもんで、ちょっと川の水で悪いんだけど、川の水でタオル濡らして体拭いて、うん、あのその上からだよ、そのままだよ、ね、変な想像しないでね変な想像しないでね、さすがにちょっと無理や嫌やわあの顔とかね、まあ、手とかその程度拭いて、うん、でちょっと起きるかなと思ったら起きへんもんで、どうしようかなと思って、うん、で、まあちょっととりあえず飲みかけで申し訳ないんだけど、その缶コーヒーを飲んだけど別で、まあ、お茶は持ち歩いとる、うん、でかあの、うん、でかいボトルね、うん、あれをとりあえず置いといて、蓋開けて置いといて、うん、で近くのコンビニまで行って、うん、あの菓子パンとか、お菓子、あのジュースとかをちょっと買ってきて戻ってきて、うん、そしたらあの意識が戻ってた、うん、でもフラ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 しとって、うん、で、あの今どうなってるか分かるかっつったら、もう首振ってあの朦朧と失しとるから、多分栄養的にもあれなんだろうね、うん、でお前は今ここで倒れとって意識失っとって、あの俺はこういう類の子は見えてるから、うん、危害も加えるつもりもないし、あのできることは力になるからって言って、うん、でまあ向こうは震えながら目、うん、もう朦朧としながら、でも連れ帰るわけにもいかないっていう、うんね、どうしようかなと思って、で、まあ、とりあえず食べ物買ってきたから、あのちょっと食べれるか、うん、飲めるかっつって、もうそしたらまあ食べ方も分かんないっていうかさ、警戒するよね、うん、だから目の前で開けて俺が食べて、うん、食べれるからって言って、そしたらもう匂いを嗅ぎながらちょっと口をつけた瞬間、うん、ブワー食べ出して、うん、でお茶もそのペットボトルも開けれへんもんね、もう初めに開けといてあげて、うん、そしたらすっごいガー食べて、そしてボロ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 泣き出して、うん、で30分ぐらいかな、うん、ちょっと落ち着き出して、で話を聞いたらもうすごい、まあ典型なんだよね、壮絶な人生を歩んでる、追い立てられてその山から降りてきても居場所がないし、なんか見られると変な風に追いかけ回されるし、うん、なんていうの、働くっていうことが、そのお金っていう概念がないもんで、うん、盗むこともしない、やっぱしてないっていう、うん、どうしたらいいのか分かんないからもうサバイバルみたいなことをするけど、うん、なんか通報されたりとかね、うん、で逃げ回ってて、逃げ回ってもう長いこと逃げて回ってたんだって、でも耐えれないっていうか、もう限界が来て意識も朦朧としてどうしようもなくて、でも泣きじゃくり出して、まあさすがにかくまうわけにいかんそうやな、ね、どうしようかと思った時に、って考えてたら、あのしばらくその食料とか、あのここら辺にいるって言ったから、うん、あるタオルとかその服とかね、シャツね、うん、とかそのあげて、で食べ物もある程度もう一回コンビニで買ってきて、うん、あの配達のルートだったもんで、でもうそこでちょっと休むようにして、そういう話をした。どうするか今後考えるから、ちょっとここら辺におれって、うん、この時刻のこんなぐらいに大体来るからって、うん、っていう一時的にはそれを終わった、うん、でもそうしたらなんか数日後、1週間ぐらい後になったら、なんかそのあやかしのネットワークじゃないけど、うん、どこどこにどういう子がいるよっていうような話はちらほらあるみたいで、そしたらたまたま運よくか知らないけど、その子があのどっか引き取ってくれるみたいなような話が出たの、うん、あ、そうなんだって、よかったねっつって、うん、それ遠いのって言ったら、なんかすごい遠いらしいって言って、うん、それ変な人じゃないよねって言ったら、うん、相手もあやかしだったって言って、うん、同じ種族の方もいたっつって、
本当に大丈夫やなってその時はただ単に解放しただけっていう話、うんうん、ああそうなんだ、うん、って言ってまあ、うん、やっぱ気にしながらまあいなくなったんやて、いなくなってからまあちょこ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 そこ見るようになったらやっぱおらへんもんで、うん、あ良かったのかなと思った、うん、ちょっと心配ではあるけど、ね、うん、心配ではあるけどでどんなくらいしてからだろうな、うん、2、3ヶ月した後にこれはあれちな話したのかな、話してないよねこれも、まあ今の話すらほとんどしてないもんね、チラっていう話はしたけど、うん、助けたよみたいなぐらいしたけど、うん、で名古屋の明確な場所は言わないけどとあるとこにまあ買い物に行って、そしてまあベンチに座っとった、そしたらどう見ても人じゃない気配の人がうろ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 してるんやて、うん、あー迷子みたいなでも人じゃないんだよな、どうしたんだろうと思ったらさ、うん、なんか俺の気配を感じたかなんかしなくて、うん、キョロキョロうろうろしとったのを俺を見た瞬間にまっすぐうちのとこに来て、うん、あのいきなり笑うっていうかね、ニコッと笑って口元をセンスでこうやって隠して、うん、え、あの方それは言っちゃダメでしょまだえセンスで口元隠してあのわしは今あるものを探してるって言って、うん、手伝ってくれぬかって言われたから、あ別にいいですけどあのって説明しようと思ったら、うん、分かっとるお主は化け物だからって何どうせあの人の子ではないだろうって言われて、うん、いや一応人なんですけどっつって一応人なんですよ俺って言ってまあ別にいいですよ、どうせ暇で一日買い物来て、うん、目的のもの売り切れ取って夜作へ取ったとこなんですって、うん、でまあその人と一緒にいろいろ散歩みたいにして、さすがに中入ってってもコンビニとか入ってっても、うん、やっぱ見えないみたいでみんな、うん、で何かいりますかっつったら、いやよくわからんって言われたから、うん、まあ女なら定番のお茶とまんじゅうとかって、うん、で俺は缶コーヒーと、うん、でどうだろう 5,6 時間、うん、散歩というか、ね、一緒にあっちこっちあっちこっち行って、うん、で誰探してんですかっつっても全然答えてくんないんで、うん、でまあな特に大したことはしないんだよね、スーパーに寄ったりコンビニに寄ったり、うん、もうほんと百貨店行ったりゲーセンも入ったし、うん、なんか探し人をずっとして、うん、なんだろう俺変すんごい格好の人を付き人してるみたいみたいな感じになって、で結局夕方、うん、何時かな、もう本当に夕暮れ、もう夕日が沈む頃、そしたらまあいきなり振り返って助かったって言われて、うん、また今度なって言われて、うん、今度あるんかいと思ってまあはいって言って、そしたらまた機会があればって言って、うん、そしたらまた先生口元隠した後にパチンって閉じた瞬間に風がブワー待って消えたって、なんなのあのロリババアズもう分かっとると思うよ皆さん、何あのロリババアと思ってさ、そしたらその3日後に夜中ね、うん、もう宇宙の限界、うん、夜中にコン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 って叩く、うっせなもうずーっと叩くんやで、うん、もう寝かせろやっていう感じで、うん、まあはいっつって寝ぼけながら起きてガチャッてあげたら、もうなんていうか明らかに人じゃないシルエットの人が一番前に出とって、うん、その後ろに助けたワンコがおったんやて、そしたらもう頭ふかふかと下げて、ありがとうございましたって、お礼をしたいのでどうかついてきてくれませんかって言われたから、今から夜中だよね、夜中今から、仕事大丈夫だったん、仕事休んだよ、急病で休んだ、急病で2日ぐらい、2日か3日休んだ、
休んでなおかつ土日挟んだから5連休ぐらいしたんかな、うん、俺で向こうに行くことになって、そしたら外に出て行って、どっからこっから十何分ぐらいうろうろ歩かされて、なんかようわからん道を、うん、地元なのになんでこんなルート通るんだろうと思ったら、うん、なんかこっから絶対離れないでくださいって言われて、うん、後ろにほぼぴったり歩いてった、うん、俗に言う霊道だよね、うん、霊道に入ってそっからさらに5分ぐらいか5分10分かかんないぐらいで、そしたらその相手側のまあこっから行ったらはるか遠い土地に転移してたっていう、うん、日本家屋式のもう自給自足しとるようなとこでね、まあ、結構広くていろんなお家があるんだけど、そしたら、うん、まあすごい気配が、あ、人じゃないみんなっていう感じで、こんなとこまだあるんだと思って、俺は警戒心マックスだよね、うん、もう中で術式練り込んで木まで練って、まだわかんないもんね、まだわかんない、でまあそこまで行って、そしたらまあ人間が管理してる土地であやかしを保護してるっていう、うん、でまああやかしも独立してそこで生活をしてますって、でまあ自給自足してたりそういうとこで、でお礼をして、あのなんていうのかな、まあ交友を結ぶっていう、うん、要は信頼のできる人間が欲しかったっていう、多少ね、うん、力もあるしっていう、ああそうですか、まあそんなぐらいなら、はいありがとうございます、帰ろうと思ったらあの返してくれなかった、うん、そしたらあやかし側がこっちで住まないかって言われて、いや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 ってそんな急に言われてもっていう、でまあなんていうのかな、仲良くしてくれるのは全然ありがたいしさ、うんうん、別にでまあそれならそれでいいかなと思ったんやて、うん、でまあ歓迎の宴っていうか、おその助けてくれた同胞を助けてくれたから、うん、そのせめてのものを祝いの食事だっつって出してくれて、うん、まああんまりバクが来ると怖いもんで、うん、ね、一応ね、一応警戒しながらね、うん、でそしたらやっぱあやかし側の人間が管理してるんだけど、あやかしのそのグループと人間側のグループがあるやんて、うん、で俺はあやかしに認められて、その要はお礼として来てる、うん、でもこの人間側が俺を気に入らないんや、あたかどこの馬の骨連れてきたんじゃボケなすみたいな、ここで信頼し合ったんだったら別に大丈夫でしょ普通なら、うん、普通ならね、そしたらあやかしの方はわらわの客人だからお前ら何吠えとんだっす、うん、いやいやいや、お前らを管理してんのは私たち人間だから、なんなんや、またこすこうまんやなで始まって、でまあ何事もなくその食事会終われば俺帰りますんでっつったら、うん、でまあある程度終わった時にその人間側が数十人俺を取り囲んで、お前分かったよ、何調子こいとの、とっとと帰るよ、死にたくなかったら帰るよと言われて、結局これかっつって、その時に俺がスイッチが入って食事の席だよみんなおるんやろ、みんなおるよ、でその俺を迎えに来てくれた方もいるし、さら、うん、にトップの方もおるし、うん、この方や、ね、そうこの方、この方どつかれるじゃつまんよ多分でその食事の席で、あの人間側をほぼ半殺ししたっていうか、ボッコボコにして、物理的に向こうは術的に使うよ、でも術ごと俺がぶち抜いとってる、要は拳自体にその術式を霊気神気込めてぶん殴るから術が壊れるって、うん、防御ごとぶん殴るって、でまあ向こうのさ、その血の気の多いドムが戦ってきて、そしたらいきなりあの杯が砕けたねって、うん、誰がっつった、老いの方がくっしゃ、なん面白い、俺とやろうぜ、いやーそこで話がつながった、マジっすか、俺この人はやりたくねえと思っとったよ、戦いながら警戒しとったのその人は、もうワクワクしてたんだ、そう常にその人間どもと戦っとる間にずっと俺意識はそっちやん、ニヤニヤしてた、うん
もうそしたらなんていうの、みんなが静まり返った。要はやばいぐらい強いことをみんな知っとるから、うん、で狐の方もそう当然そこにおれて、うん、そしたら笑いながら殺すなよっていうもんで、ちょっと物騒なこと言うなよと思って、その鬼の方に言ったってこと。そう、怖いなその一言で、その鬼の方はその時はその時だって言う。いや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 と思って、ほんでまあ助けをすがるように俺はそのセンスの方に目をせんやったらニコニコしてるだけでマジかマジか、俺終わったと思ったもん。多分その時にもう予想っていうかしてたんじゃない？ああリミッター外してって。うん、俺を？うん。戦ったじゃん、その狐の方と鬼の方とも、うん、両方とも戦ったじゃん。過去に、過去っていうかその物語の後にね。うん。その話もする？前したよね。チラッとしたけどちゃんと話す？それも。うん。まあそれは置いといて。じゃあやめとくわ。今はまあその出会いね、認められた理由ね、まあ認められた理由はその野良のワンコじゃないけど助けた、うん、まあ人狼、人狼じゃねえわ、人犬人犬犬だから、まあ、人ワン人ワンを助けた俺っていう話だったのに、うん、なぜか仲間にならないかっていう話になって、うん、まあいい人なら別に人間だろうがあやかしだろうが俺には関係ないっていう、うん、ただしその力を示せと。でその人間どもはそのなんていうの、うん、代々何代も続いてコネがあって入ってやっとそのお偉さんたちにお目通りができるのに、全く知らんようなやつがポッコリ来ていきなり気に入られた、うん、気に入られたように見えたんだよね、その3人に。気に入らないんだよね人間側は。やっぱ嫉妬とかか結局は。でまあ人間どもはぶっ倒した、さあこれで終わったかなと思ったら鬼の大将が出てきて、俺とやろうぜ。いやいやいや待ってくださいよ俺人間ですからって言ったら、大丈夫大丈夫、何がやねん大丈夫、お前に先に数発やらしたるって言われてさ、うん、その言葉濁んないですねつって、うん、本当に殺しても知りませんよつって、うん、その時の全力全開俺の、うん、気を全開に練り込んで、で両手両足の全身強化かけて、右手に全身のもう力をぶち込んで、うん、一発ですかそれとも何秒間ですかって言ったら、好きなだけやれって言ったから、もし俺が倒れたら認めてやるって言って、その言葉濁んないですねって言った瞬間に、うなずいた瞬間に飛び膝切りで顎を打ち抜いて、そのまんま体重を乗せながら上から振り下ろすように顎ぶち抜いて、うん、あのくらついた時に両足で首を絡め取って、そのまま遠心力かけて首から地面に叩きつけねじ込んだってやば。ほんで落ち込んだとこに、あの頸椎の背中に寸形をぶち込んだってで、それやられっぱなしなの。そう、全部何にも受けずに全部、そしたらぶっ倒れた。普通死ぬよ。死ぬよね。そしたらあの肩が外れて首がずれて、お、痛えじゃねえか、あれ動かんぞ、なんか生きてる、マジかマジかと思って、燃やすかと思ってあの右手に霊力を込めた瞬間に、その狐の方がゾワッとするぐらい霊力を上げたもんで、俺が向こう向いた瞬間に、次はわらわの番じゃ、やべマジかと思って、でまあその鬼の方はあの引きずられて襖の奥に消えてって一応ダメージは食らったんやな。まあ動けないからね、脊髄外しとるから。脊髄外して生きとるんかと思ったもん俺。多分外れとうと思うんだけど、単なる痛みの麻痺かな、脳震盪かな。顎に2発まともに入れたからね、下から膝蹴りで飛び膝蹴りでぶち抜いて、顎が上がった瞬間に上から叩き落としとるからそれ戦った話とは別だよね別だよ、だよね、別だよ。最初の生身だよまだそれ、うん、そうやん、その時は生身だよ俺、うん、自分で気を強化しただけだから、生身だから。リミッター外してもないもんね。外してない、そこまでやれるから俺は、この腕じゃなきゃ今、うん、でその後にあのキスの方が、次はわらわの番じゃっつって、うん、マジか俺もういっぱいいっぱいなんだけど
だって人間とも戦った後にでしょ。鬼の方でさらにレンちゃん狐の方。そう。したらあの言われたのは、わらわはそんな無粋なことはせんとか言われて、うん、無粋なことって怖えよってでもう一回チラッとその戦士の方見たらまだニヤニヤされて絶対見せ物やこれと思ってマジかよと思って、うん、でもまあはいっていう感じでもうあこれ死んだやつあかんやつやと思って、うんうんうん、そしたらそこに座れって言われたからまあはい、いつってあの体でかいんで正座勘弁してくださいっつだけ言ってあぐらかいって、そしたら狐の方が立ち上がって俺の目の前に手をこうやって置いて、うん、眠れって言われて、うん、そう言われたら意識が飛んで目覚めたら過去だったその過去がむちゃくちゃリアルすぎて、その経験してる、あ入った瞬間にあこれ過去だって分かったんやて、分かったんだ入った瞬間はね、うん、その感触も空気のもみんなすごいリアルなんだけど過去だって分かった、うん、ありえないって、俺はもう今まで老いの方と戦った、うん、全部記憶あるんやて、あそうなんや、でもそこの世界では自分が経験した世界を始まってくるんやて、いつからの過去だった？ね、中学ぐらいだったかなの過去が始まってでまあだんだんと初めのうちはあこれ夢や嘘やって思っとるんやって、うん、そうすると1ヶ月ぐらいしてくると逆になってくるんやって、ああ今までの夢だったんちゃうんっつって、うん、あそうだよね、そんなありえるわけないよねって、そんなんないない、鬼なんていない、キスなんておるわけないじゃん、そうだよねってみんな言うんやで、うん、ね、そういう生活を2年ぐらいしてくれ、うーん、その時間感覚も普通に寝て起きて学校行ってっていう、でまあ俗に言うトラウマ、自分が今までそれまで生きてきた中で一番のトラウマを見せられる、うん、でとあるね、まあこれはあんまり言いたくないもんでちょっと言わないんだけど、うんうん、とある事件が起きてね、そのストーリーを知ってる、うん、でその時はもうさ、その夢の中が現実だと思っとるもんで、なんか予知夢感があるやんて、わかる、これが起きるだろう、あれが起きるだろうってなんとなく思うんやで、うん、実際起きてくんやて、うん、そりゃそうだよね、自分経験してることだもん、うん、ね、だんだん起きてく、そしたら周りからいやお前頭おかしいってとか言われるんやで、うん、いやでも絶対この後こうなるよねってすると、うん、みんなそういう展開になる。逆らうことはしなかったの？それしなかった。普通に流れるように、うん、だんだんと進んでいく。だからそのあやかしたちの話はもう夢だと思ってる、その時点では、うんうんうん、向こうで痛みも当然あるんやで、うん、こけるとかさ、うんね、うん、格闘技の練習とかで怪我するとかさ、痛いとか多少あるんやで、うんうんうん、だから完全に感覚が逆転してる、うん、夢の中が現実なってるって、でも経験してることがちゃんと歴史通りに動いていくもんで、なんか予知夢感がすごいある、うん、ニュースでもさ、こんなことがあったそういえばこういうニュースなかったって、いやそんなんないよって言って次の日にそのニュースが起きるとか、うん、である時自分のトラウマの大きな事件があった、うん、でその時に最後に言われた言葉があるんだけど、うん、その言葉がはっきり覚えてんだけど、でもその夢の中では全然違う言葉を言われた、うん、その瞬間にその人を首を掴んで締め上げて、てめえ誰だっつったよと、うん、でもその相手は泣きじゃくいながら、なんでそんなこと言うのっていう、うん、だからそんなこと言って死んでねえんだよっつって、うん、でぐしゃってへしょったためらいもなく、その瞬間にこうやって手をかざしてたキスの方がいたって目の前で言われたのが、よう帰ってこれたって、うん、で俺が第一声でにらみながら言ったことが、趣味悪いっすよ
別に自分で吹っ切ってるしいいですよって、これは。で、後々聞いたらそれでほとんど心壊す人間が多いんやって。やっぱり欲が多いから、うん、甘い汁のような夢だから、それで溺れていく死んでいく人間ばっかなんだって、うん、これがそのあやかしの里のその上位の上位のあやかしに関わるための最終試練なんだって、うん、自分の一番弱い心を試されるってトラウマ。もしその時にその言葉に乗っかっちゃったらずっと目を覚まさない、覚まさなくて心臓が止まってくだけなんだって。もう生きることを拒否するんだって。どんだけでもいるんだって。そうなんだ。それぐらいのことなんだね。怖えよって怖えな。それを超えた先にもうなんていうの、あやかし側はもう完全に受け入れ認めるで、人間側はそもそもあれを使われた時点でもうあいつ死んだと思ったらしい。ああ、その人たちをやられたんかな。やられてもレベルが違うんやと、もっと怪なレベルなんやと。怪、うん、俺がかけられたのは超絶あの重いトラウマを見せる、うん、でも他の試練をかけられる人たちはもうちょい緩やかなトラウマをかけられるねと、うん、じゃあある意味期待されたってことか。もうそうなるの分からんけど、その、うん、他の人とは違う何かを感じたんじゃない。命かけたの怖えよ俺、うん、だからこそだからビビったんよ俺。あれはもう生きてここしてんかったよ俺は、うん、でもその方泣いとったんやろ確か、前ちいちに聞いた話やと。ああ同調してね。そう、要は俺のその同じのを見てたってことだよね。同じところを見てるからずっと俺の前線みたいな感じ、うん、それに近いや。その出来事を見て泣いたっていう。まさかあの霊子が泣くなんて。冷徹な狐って書いて霊子って言われとったらしい、うん、あだ名ね、うん、がそのセンスの方と鬼の方が後から聞いたら、うん、まさかあの霊子が泣くとは思わなかったって、うん、という話です。なんかなんか変な話になった。でも、ね、試練を受けたと。そう、認められるためにはきっかけとしてはそのワンちゃん、うん、犬と人間のハーフの、ハーフか分かんないけど、うん、を助けた。でその後に、まあ、センスの方が直々に様子を見に来たと。そういうことだったんだね、うん、本当に値するのか、うん、あの要は仲間にしてもいいのかっていうのを直々見に来たんだよね、うん、ちいち探しとったんや、うん、結局そうなんだよ、ね、その時は分かんなかったんやって、うん、迷子なロリババがおるなと思ったけどまあババアとは思わなかったけど、その時はなんか着物がゴテゴテした、あの幼い子がなんか偉そうな口調で引っ張りますなと思って。でも強いってわかるよね、うん、強い、あの歩き方とあの雰囲気とあのオーラではただただの妖怪じゃないと思って。妖怪っていうとあれやけどでその人は神様でしょ。どっちかっつったら精霊の神側だよね、うん、今思えば。それがあって自分たちの里に招き入れて、うん、でなんていうのかな、お祝いっていうかさ、お礼をしようとした、うん、そこまでは計算づくだったよと、うん、でも戦いは後から聞いた話ね、予想外だったよと。人間側がぶち切れるのはまあなんとなく予想はしとったけど、鬼の方がウキウキ戦うのは予定外だったって、はい、でそれに感化されて狐の方があのやるとは思わなかったっていう。みんななんか自分の思いが出てきたんかな。そう、こいつなら信じれるって思ったのかなって、うんうんうん、死んだらどうすんねんっていうね。まあまあ仲間にしたかったんじゃないの。まあね、だからそういうなんていうの、村、うん、が現在でも存在するっていう、うん、だからどんだけ人間が傲慢なのかっていう。そうやね。でもそういう人間がいないとダメ。そうやね、生活していくためにはそこの土地がやっぱあやかしだけだと今の法律的には無理なんだよね、うん、所有するのは人間じゃなきゃいけない、代々引き継ぐものじゃなきゃいけない、なおかつまあそれなりの霊力を持ってないといけない、で人格者じゃなきゃいけない。もしかしたらだよ、そこの人間側の代わりを俺にさせようとしたのかもしれないよね。ああなるほどね。
用紙で撮って、うん、そういう可能性もあったよねっていう管理者としての、うん、でその狐の方に言わせれば、まあ、寿命をある程度増やすことは可能だっていう、うん、人間でも、うん、永遠とはとまではいかないけどね、うん、あの釘刺すけどここだけには本当喧嘩打っちゃダメだからね、本が滅ぶよっていう、あのマジで喧嘩したら人間相手になんないからね、うん、多分日本自体なくなるよね、なんか本気出せば、なんだっけ今あんまり俺はさそういうのは感化しないんだけどさ、巷では言われとりゃ日本の封印が解かれたとかさ、なんでそれなんか、うん、なんか話題になっとらん、知らん、なんか日本の竜の封印が解かれたからとか殺生石が割れたから狐のあやかしが復活したとかね、今なんか話題になっとるやんて、この年2024年、まあそれは置いといて、本当にまあどこにあるとか何があるとかどこどこ県ないない市のどこにあるとかは言わないよっていうか言えないよね、万が一でもそこは本当に喧嘩売っちゃダメだから、その喧嘩売った矢先が調べると分かるかもしれないけど、あの飛騨の大火災、1300年前の場所は飛騨じゃないからね、あるとことあるとこが喧嘩して、あの1300年前に飛騨で大喧嘩が起きたっていう、ね、その人間側の考えとあやかし側の考え方が衝突して大喧嘩になって舞台になったのが飛騨高山の1300年前の大火災で、ぶち切れたのが宿儺の神、宿儺さん、それも知り合いだから呪術廻戦じゃないから、じゃないからね、あの腕が4本ないしね別に目が4個ないから、うん、どっちかって言ったら背の高いもう女性ともう男性とも取れない、うん、イケかっこかわいいみたいな、うん、人で、その人がぶち切れて両成敗した結果飛騨の大火災が起きたっていう、うん、まあ信じる信じないは人それぞれだけど、精霊なの？何が？その宿儺の神、まあ精霊、神社の神様のトップクラス、うん、天界ではない、うん、精霊、精霊神様、今どこにいるんだろう、え宿儺、え飛騨におるよ、そうなの、うん、飛騨におるよ、場所は言えんけど飛騨のあるとこにいる、うん、分かってんの、まあ変わってなければ変わってなければ、場所変わってなければ、だから過去的なその証拠を出せとか言うんだったら、実際にその第一事件が起きたのは1300年前の飛騨の大火災、あれは人間が起こしたことじゃなくて人間とあやかしの喧嘩の後だから、なんか話変わった OK、 あやかしに認められたこと、あの鬼の方に言わせれば定期的にやろうぜって言われたけど嫌だよ、あいつの心がもったいない、嫌だよ、絶対嫌だよってことで、こんな話でよろしかったですか、はい、はい、ってことでお風呂入ろう、はい、うん、シャワー出ないけどね、お湯も出ないけどね、ポータブルシャワー止まんないよね、うん、バッテリー式だしね、2日持てばいい方だよね、うん、追い焚き式なんだよね、足伸ばせないよね。本当だよ。タコツボみたいなお風呂やしね。縦長でね、そこが深いというか。頭洗っとったら肘打ちするしね。あいちちっちゃいからさ、溺れんか初め心配だった。この間さ、あの足滑ってさ、お腹強打してさ、俺びっくりしたもん。すげえ落としたからさ、大丈夫かと思って、あいち こうやってうなっとるからさ。さすがにびっくりするな、あの時言ったら、こっちもびっくりするわ、滑ると思わへんもん、どこからゾンビ湧いたと思ってってことでありがとうございます。